まさか、いや、アインズ様ほどのお方であれば。帝国をあのように支配下に置いたのは、国家レベルでの飴と鞭をお考えだったのですね。そうだ。ありがとうございます。それではアインズ様のご許可もいただきましたし、王国への罰はもっと凄惨なものにしてやりましょう。はっ。